鹿田香菜です。この度11月の20日から24日まで行われます劇団衛星さんの公演に参加させていただくことになりました。冒涜版ということで少し変わった形で描かれます古典のお話サロメとオイディプス王2本立ての公演になっています。私の方はサロメに出させていただくんですが、サロメを知らない方ももちろん、そしてサロメをご存知の方はっていう気持ちになりながらも笑って楽しんでいただける作品に仕上がっているんじゃないかなと思います。もちろんオイディプス王の方も楽しいと思いますし、それぞれの公演の後いろんな企画も用意してありますので、ぜひ皆さんサロメもオイディプス王もご覧になっていただきたいなと思います。会場でお待ちしてます。